スポーツ健康ビジネスの展示会スポルテック2014が12月4日から6日にかけて東京ビッグサイトで開催されました。今回で3回目となるスポルテックは東京オリンピック開催が決まったこともあり、スポーツ健康関連企業など350社が出展する盛況となりました。事務局の吉江雄介さんにお聞きしました。昨年の9月に、オリンピック東京開催が決定いたしまして、おかげさまで昨年も非常にご好評だったんですけれども、今年に関してはそのことを見越した、各社様のブースも、多くございますので、はい、皆様その2020年に向けてですね、活気のあるブースを作っていただいております。今年はマラソンやトライアスロンなどスポーツイベントが目白押しでした。至る所に筋肉マンがゴロゴロしています。来場者にお聞きしました。韓国で貿易の仕事をされているリさん。여기박람회보러왔습니다。관심이있는것이몇가지있는데이제구체적으로봐야됩니다。出展者にお聞きしました。弊社の QA ラボラトリーズが考えた美しいしなやかな女性らしい筋肉を作ろうっていうコンセプトで商品展開してます。これは運動中に失われる BCAA、 筋肉中に多く含まれている BCAA がしっかり補給できる商品なので、これを飲みながらスポーツをすると、運動すると疲れ知らずでバテないで好きなスポーツがスムーズにできます。オーストラリアからのミューズリーバーをご紹介しております。カーマンズというブランドでして、オーストラリア国内では約20年ほどの歴史があります。ちょっとお腹が空いた時ですとか、お忙しい時に朝食も取れない時間がない時ですとか、簡単に全粒オーツ麦とドライフルーツとナッツのこちらの食物繊維が取れるミューズリーバーですね。こちらの会社はですね、ボディプラスインターナショナルという会社で、ハレオというブランドを、スポーツサプリメントのブランドを、販売しております。特に運動をすると筋肉って分解されるんですね。こちらをアミノ酸が代わりにこう修復したりですね、エネルギーとして変わってくれますので、疲労回復であったりですね、持久力が向上したり、そういったのでこう運動する方皆さんにこう特に使っていただけるような商品になってますね。